失踪する、ヌナさんヌナゴヌナゴヌナとは、デルフト工科大学が、ワールドソーラーチャレンジに出場するために制作した、ソーラーカーである。2001年、2003年、2005年、2007年と4、大会連続で優勝している。2013年、2015年も優勝しており、優勝回数は最多である。ヌナとはアイスランド語で今、という言葉である。 勝つために良いチャンスを持つ太陽電池はヒカガリウムでできており3層から構成される。上の層から入射した太陽光は下の層に入る。効率は26%以上である。この形式の太陽電池は現在入手し得る最良のものである。効率だけでなく大きさも要因でヌナさんの運転席以外のすべての上面を覆っている。 太陽電池に垂直に光が当たるとき最も効率が高いがそうでない場合はおよそ垂直のコサイン角によって出力が減る。太陽電池は一定の太陽光から一定の電流が得られる。電圧は負荷に依存する。出力は負荷に応じた電圧と電流による。太陽電池は一定量の電圧で電流を超えると速やかに0になる。 しかし蓄電池は太陽電池の出力が変動しても安定した電圧を維持できる。そのため電圧変換器が必要である。特殊な DC-DC DC 変換器が負荷の抵抗値に応じてそのためグラフの緑の線の頂点同様に太陽電池から最大出力を取り出す。マキシマムパワーポイントトラッカーと呼ばれる。最大効率は97%以上に達する。 ことが目標である。風道内でのヌナさんの模型の底面空気抵抗は、総抵抗において、重要な部分を占める。前面と流線型が重要である。理想的な流線型から逸脱することは、下流の原因となり、エネルギーを消費する。理想的な流線型はいくつかの段階で達成される。コンピュータシミュレーションによる、設計風道で、スケールモデルを用いた試験で、 例えば液体塗料によって表面の流れを見ることができる。写真ではデルフト工科大学の低速研究所での試験の様子を示している。風道内で実物大の車両の試験を行うエメロードのこのドイツオランダ風道が使用された。強力な横風の試験が行われた。この試験をもとにヌナさんのホイールキャップが設計された。 モーターはモーターから車輪への機械的な伝達による損失を最小化するために後輪に内蔵された。モーターは1993年のスイスのビール工科大学が開発したスピリット・オブ・ビールさんのモーターを原型とした改良版である。改良版はデジタル式パワーエレクトロニクスと制御装置が新規に開発され1999年に完成した。 1993年のスピリット・オブ・ビール2と比較して50%高出力で45%高トルクである。駆動装置の走行率も同様に改良され現在では98%以上である。しかしこのグラフは速度の増加によって多少依存することを示している。この設計は当初ソーラーカーが 約時速 100km での巡航速度で最大の性能に達するように制作された。レースで勝つためには良い車だけでなく道路に応じた賢い運転が必要である。レースの2ヶ月前から研究された GPS とつながった高度の違いが地図に記入された。これによりレース中の最適な速度が計算された。 全てのテスト及びその他の準備にもかかわらず一つの不安定要素が以前存在している。それは天気である。いかなる雲も捉えられる日光に大きな影響を与える。そのため沿道のいかなる天気の変化も連続的に監視された。これらすべてのデータはコンピューターモデルによって分析されその時点で最適の走行速度が逐一算出された。 この装置は先導車に積み込まれた。テレメトリーで蓄電池と発電量の状況が常に受信された。すべてのヌナシリーズの車両はデルフト工科大学の学生によって制作された。チームは10人から12人のメンバーだった。彼らは1年かけて設計と制作を学んだ。2001年、ヌナ1はアルファ・ケンタウリチームによって制作された。彼らは、 STS-61A の元宇宙飛行士のウッボ・オッケルスによって指導された。2002年からは、ヌオンソーラーチームと呼ばれオッケルスは助言と補助を行った。ヌナイチは1は2001年に、デルフト工科大学のアルファケンタウリチームが、ワールドソーラーチャレンジに参戦して優勝した。アルファケンタウリチームは2000年に、 ラモン・マルティネスとティム・デ・ラングが設立したチームで、現在のヌオンチームの前身である。3021km を32時間39分で、走破して1996年に、ホンダのドリームが樹立した33時間32分の記録を破った。平均時速は時速 91.8km だった。人工衛星用に開発された二層式の日か。 ガリウム太陽電池で覆われており効率は約24%である。欧州宇宙機関が2003年初頭に月へ向けて打ち上げた技術実証機のスマートマイナス位に使用されている車体の側面に貼られた細いシリコン太陽電池は特別な理由によるものである。NASA、エサのハッブル宇宙望遠鏡にもとは使用されていた太陽電池で 通信の電力を賄う。これらは、餌の宇宙飛行士である、クロード・ニコリエが1993年に、回収作業時にスペースシャトルで宇宙から持ち帰った、ものである。アルファケンタウリチームに特別に送られた。2003年に参戦して優勝した。最高時速は 170km である。100km での走行時に1650。 W 必要でこの消費電力はヘアドライヤーと同等である。ヌナには2003年に打ち上げられたスマートマイナス1にも使用されている。欧州宇宙機関の開発した3層式の皮カ、ガリウム太陽電池を使用している。変換効率は24.5%以上である。ヌナには3000枚以上の太陽電池を上面と側面に貼っている。 太陽電池の総面積は9平方メートルで、ヌナ1よりも1平方メートル多い。46個のリチウムイオン電池を直列に接続して、容量は 5kWh である。これらの高効率蓄電池は、宇宙用に開発されたものである。同様の蓄電池が、スマートマイナス1にも使用されている。ヌナには31.05時間で、 平均時速 97.02kph で 3021km を走破して前回のヌナ1の記録を塗り替えた。ゾンフォートレースコースにてチーム一同ヌナ3は2005年のワールドソーラーチャレンジの予選において時速 130km を記録した。ダーウィン・アデレード間の 3021km 間での最終的な結果は29時間11分で 平均時速は時速 103km でこの記録は未だに破られていない。人工衛星規格の高効率の太陽電池を使用していて空気抵抗を減らして以前のものより軽量化されている。設計製作はデルフト工科大学の11人の生徒によって授業の一環として行われた。彼らは大学の先端技術の研究室と工作室を使用し、 ヌナに同様に、オランダ発の元宇宙飛行士で教授である、ウッボ・ケルスから助言を受けた。ノースアメリカソーラーチャレンジでの勝者である、ミシガン大学ソーラーカーチームは最も手強い、ライバルだった。他に、マサチューセッツ工科大学や日本のアシア大学も、有力であった。2005年度は、ヨーロッパから他に、オランダのトゥーエンテ大学のレード地図ソーラーチームと、 ベルギーのルーベンのユミコアソーラーチームの2チームが出場した。ヌナ4は2007年のワールドソーラーチャレンジに出場して、デルフト工科大学のチームに4度の優勝をもたらしたソーラーカーである。ヌナ3との主な違いは、従来のレバーの代わりにステアリングハンドルになり、太陽電池の面積が以前の9平方メートルから規定により6平方メートルに減らされた。 ヌナ4位は平均時速実速 90.87km でベルギーのユーマコアとオーストラリアのオーロラの終始前を走行した。ヌナ4の寸法は 472X168X110cm で重量は 190kg 以下である。主な技術革新は超軽量構造である。高速走行による危険性を回避するとともに オーストラリアの道路の速度制限のために2007年から速度を下げるようルールが変更された。変更点ヌナ4は GPS による広報支援装置を備える。そのデータは Wi-Fi によって支援車両に伝送される。コンピューターによって路面状況や走行経路、天候、蓄電池の状態に応じた最適の走行速度が算出されヌナ4の クルーズコントロールに指示される。車両はそれに応じて加減速する。運転者はアダプティブクルーズコントロールシステムを使用しながらハンドルを握って走行するだけである。ヌナゴは2009年のワールドソーラーチャレンジに出場したヌナである。2009年10月のワールドソーラーチャレンジで2位に入賞した。 3 0 2 1トルを32時間38分で、平均速度は時速91、8 8トルだった。ヌオンソーラーチームは2001年から2007年まで4大会連続で優勝した。2001年に初優勝した当時は彼らのチーム名はアルファケンタウリという名前だった。2009年、ヌオンソーラーチームは14名の学生で構成された。 前年同様に、オランダのエネルギー供給会社ヌオンが、チームのメインスポンサーだった。2010年7月には、ヌオンソーラーチームは日本に来て、ドリームカップソーラーカーレース鈴鹿に参戦し、初参加ながら3位に入賞した。ヌオンソーラーチームは2008年9月にフルタイムのヌナゴの設計を開始した。 デルフト工科大学の低下流風洞研究所で12月から1月に2つのシリーズの風洞試験が行われた。空力学設計は2009年1月末に終了した。2009年2月から車両の製作を始めた。車体は ABN アムロー・バルボオーシャンレースボートの製造に使われたラレスタートのショップ社の炭素繊維で作られた。 車両は2009年10月5日にオーストラリアで運転中深刻な事故にあった。時速110キロメートルで走行中にタイヤがパンクした。修復のために道路から外れた。2010年に来日した時には側面の模様がワールドソーラーチャレンジの時とは異なるデルフト焼きに由来する模様になっていた。今までのヌナシリーズ同様にヌナ号も3層型ヒカ。 ガリウム太陽電池を搭載していた。通常は宇宙で使用するもので変換効率は34%だった。規定により太陽電池の面積は6平方メートルである。太陽電池の形式によりチャレンジクラスで競う。2009年には2007年と比較してバッテリーの重量が 30kg から 25kg に変えられた。他の変更点は 今まで使用されていたスリックタイヤが溝付きタイヤに変更された。同様に運転者は27度以上の角度で座席に座らなければならなくなった。ヌナ6ヌナ6は2011年度に製作されたヌオンソーラーチームの最新型のソーラーカーである。ヌナ6はデルフト工科大学の電気工学、航空工学、産業設計、機械工学、 応用物理の学生13人で構成されるヌオン、ソーラーチームによって開発、製作された。ヌナ6の重量は1 4 5キログラムで、これまでの5台の車両よりも軽い。2010年9月にヌナ6の設計が開始され、4種類の風洞実験の模型で試験が行われた後、2011年3月に設計が完了した。6月末に完成した。 2011年6月28日にアムステルダムのウェスターガスファブリックで報道陣に公開された。7月21日にアムステルダムのレディーセットゴーと命名されたオリンピックスタジアムでヌナゴとヌナロクの競争が公開された。ヌナロクは新たに導入された競技規則によりヌナゴが搭載している化合物半導体系の太陽電池よりも 低効率のシリコン太陽電池を使用して同水準の発電量を確保していた。2011年10月にヌナ6はオーストラリアで開催されるワールドソーラーチャレンジに出場して2位の成績を収めた。搭載される太陽電池とバッテリーは日本のメーカーが供給している。2009年度と比較して2011年度の規則では 太陽電池パネルの面積は、シリコン製太陽電池の場合は6平方メートルで、以前に使用されていた、人工衛星などに使用されるような3、接合型ガリウムヒ素太陽電池のような高性能の、太陽電池は3平方メートルに制限される。ヌナ6は6平方メートルの変換効率22%の、単結晶シリコン太陽電池を使用する予定である。 ヌナ,ナナ第13回ワールドソーラーチャレンジに6人のデルフト工科大学の学生で構成されるチームで出場して優勝した。2013年度の新規則では複数の主要な変更があった。すべての車両は4人仕様で設計しなければならず、運転席は完全に新しい安全要求を満たすことである。すべてのチームは彼らの車両を再設計した。ヌナナ,ナは 非対称に制作された2013年2013ブリッジストーンワールドソーラーチャレンジで完走したヌナ7第13回ワールドソーラーチャレンジのチャレンジャークラスで優勝したヌナ9は第14回ワールドソーラーチャレンジに参戦するためにデルフト工科大学の学生によって制作されたソーラーカーンレギュレーションの変更により太陽電池面積が シリコン系で4平方メートル、化合物系、トリプルジャンクションが2.64平方メートルに変更された一方、車体サイズが拡大されたことで、今までの主流であったカタマランと、モノハルの選択肢が増えた中で、空気抵抗、車体重量などの面から有利となる、化合物対応電池とカタマランを組み合わせた、ヌオン史上最もコンパクトな車体となった。ファイル。 アリエンシーズヌナ Q.jpg2017 ブリジストンワールドソーラーチャレンジで優勝したヌナ Q2017 ブリジストンワールドソーラーチャレンジに参戦し2位以下に2時間差をつけて優勝したまた2018サソールソーラーチャレンジでは8日間で 4000km 以上走り優勝したありがとうございます